イドル同好会に入りたいの。本気ですか？本気よ。だから部は廃部にしたんだし。一度出て行って頼める立場ではないと分かっていますが、お願いします。せっかくスクールアイドルに興味が湧いてきたのに、部がなくなっちゃって困ってるんだ。助けてよ。先輩ストップ。カスミンも鬼ではありません。困ってるなら同好会に入れてあげてもいいです。ただし、ごめんなさいはしてもらいますよ。活動禁止されたり、部室使えなかったり、そういうのに関しては怒ってますからね。その辺、もういいって言ってたような。し、余計なこと言わないの。ごめんなさい。え？活動を妨害したことも、部室を取り上げたことも、監視員を作ったことも、無理やり勧誘したことも、ごめんなさい。待ってください。ランジュは全部間違ってた。分かってなかった。ああすればみんなが部に来てくれると思ってたの。何普通に謝ってるんですか。拍子抜けじゃないですか。素直ですか。ランジュは素直ですよ。無自覚にわがままで突拍子もない行動をして人を驚かせますけど。もういいんじゃないかな。一緒にできるなら嬉しいよ。カリンちゃんもアイちゃんも戻ってくるってことでいいよね。ええ、受け入れてもらえるなら。私たちランジュと、いえ、みんなともちゃんと分かり合えてなかったの。もっとうまくできればよかったんだけど。うん、そのせいでみんなに迷惑かけた。本当にごめん。もういいの。私たちもずっと誤解していたから。うん、これからみんなで一緒にできるなら、かなたちゃん嬉しいよ。部の皆さんが定期的にライブしてたことで、二次学全体のスクールアイドル熱が上がっていったのは確かですよね。うん、愛ちゃんが提案してくれたトーナメントライブだって、動画を見た他校の子からのメッセージがたくさん来たし。その経験を持った人が来てくれるんだから心強いんじゃないかな。そうです、部と同好会のいいところを合わせたらすごいと思います。部の秘密とか教えてくれる？めっちゃきついトレーニング知りたい？頭が混乱するような演出理論とかね。リナちゃんボード、ゾゾゾ。お手柔らかに頼みたいんだぜ。あら、遠慮しなくていいのよ。一緒に悩みましょ。今のは冗談だけどさ、向こうでやってよかったことは続けようと思う。みんなにも教えたいよ。カスミンに教えてください。武者修行には興味津々です。
あなたが心配してくれるのはありがたいけど、やっぱり部は廃部でいいと思うわ。だってこの光景が丹樹が望んだものだもの。スクールアイドルが同じものが好きな人がいる会だから同好会なんだわ。王女隊だね。同好会ではカスミンが先輩ですからね。何でも言うことを聞いてもらいますよ。また子犬ちゃんがキャンキャン吠えてるな。子犬じゃない。よっ、雨降って地固まった。姉さん、うんうん、みんなの顔を見るとめでたしめでたしってことだね。結構結構ってことで、そろそろ校内オーディションやらない？スクールアイドルエキシビションに間に合わなくなるよ。そうでした、忘れてた。いや、まあ大変だったし。まあそうね。じゃあ改めてルールの説明しよっか。それぞれがライブを披露して、生徒たちは応援する個人もしくはグループに投票する。一番投票数が多かった個人もしくはグループがその学校の代表になる。代表は PV を作成、スクールアイドルエキシビションのサイトにアップってわけ。 OK。 ミア、しおり子、ユニットとして男児と一緒にやってくれない？校内オーディションはソロでやると言っていませんでしたか？そのつもりだった。でも男児たちの始まりの曲で3人で出たいのよ。仕方ないな、男児のわがままは聞き慣れてるからね。